綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない。弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろう。なのにその犯人を弁護すんのか。お前、自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の線条痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。ヤガミ。え？俺？ヤガミさん。星野君来るな。下がってろ。え？そいつなんかちょっとやべえやつか。そうみたいですね。死ねえや、八神。大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつただの脅しじゃなかったな。え？俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。多分羽村の手下に。何？海藤さんも気をつけろ。今どこだ。事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。
ならいいとこがあるぜ。ん？教令会のアジトだよ。KJアートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろう。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。KJアートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。ここ教令会のアジトなんですよね。そう。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。八神さん、そちらのお連れさんは？源田法律事務所の星野です。そうですか。もう海斗さんが先いらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。先生、どうぞ中へ。え？いや、これまでのご無礼をお許しください。八神さんの言うことは何でも聞くようにと、そう梶平会長から。で、肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな。村瀬、いいやつだったんだな。俺ら誤解してたよ。調子に乗りすぎだって。今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いや、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保は白なんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって、僕にはそう見えました。ああ、いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生、あの人はやっぱり気になる？突っ込んでもええですよね。悪いけど、あいつはヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかくこれでますます小野が臭くなったってことでしょ。こうなったら直で小野に当たるか。この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、ショーノもキドもアポなんて入れないよ。これからセンターのロビーでショーノを張る。出てきたところは当たればいい。張り込みか、めんどくせえな。いや、カイトーさんは留守番だ。あ？カイトーさんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。星野くんはもう源田先生のとこに戻った方がいいしな。はい、でも。オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。行こう、八神さん。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。バカでかいな。なんなのここ。あんまりキョロキョロすんなよ。なるべく目立ちたくない。ショーノが出てくるまでここで待つ。でもさ、ショーノもう家に帰ってたりしない？ちょっと確かめようよ。下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよ。ごもっとも。行こっか。あの、ちょっと伺いたいんですけど。はい。アドデック9の小野さんってもうお帰りですか？いえ、
いつも遅くまでいるので多分まだ。お約束ですか？別にそういうんじゃ。こんばんは、八神さん。ん？この間、正野のところにご案内しました。橋本です。ああ、そうでしたか。どうも。また正野に何か？いや、いたよ、八神さん。正野だ。失礼。どこだ？あそこ。階段で話してる。どこだ？行こう、八神さん。なんだ？見つけた。もう一人は木戸だな。どうする？よし、行こう。いやー、どうも。八神さんでしたね。神室町の探偵さんだ。あんた、あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね。先日弁護士会にも抗議したはずですが。事務次官の方でしたっけ？厚生労働省。一ノ瀬です。先日もここにいらしてましたね。ずいぶん頻繁に来られてるようで。ええ、アドデックナインの成功は国家戦略の一つです。特許や法整備などこちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね。守衛に追い出される前にお帰りになっては。やられたね。あのおじさんのせいで正野は警戒マックスだよ。もうロビーに降りてこないかも。どうする？行こう、八神さん。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけどさっきの見てました。正野先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから。一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。あの、朝の回診っていうのは？ええ、正野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。正野の研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の回診までたっぷりある。じゃあその朝の回診で正野を待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。付属病院の地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。忍び込むならここだな。地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。行こっか。
何か。八神探偵事務所さん。そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんが。ねえ、見てわかんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ？一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろと。何それ。ここの守衛はそんなの持ってていいのか？ダメに決まってんだろ。趣味だよ趣味。仕事には使え。今は仕事じゃないってことか。ああ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ結果的にはな。事務次官のおかげだ。どう、ここは3年前と変わりない？ああ同じだな。行こう八神さん。入らないの？中入ったらもうタバコ吸えないだろう。あとは大丈夫だ。ここで夜明けを待つ。ふーん。